どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄いオールブラックのブラックビューティーモデル G ラボブラックビューティーモデルとシンプル簡単バージョンでは初めてウクレレ、はい、これはソプラノモデルを使いました。このウクレレたちを使って今日もレッスン始めていきましょう。お知らせです。今使っているこのウクレレたち、ただいま大好評で販売と予約が行われております。はい、ガズレレ公式ホームページのここのところね、ちょっと今リンク貼っとくんでぜひ見てください。見に行くだけでも楽しいことになってますよ。はい、めちゃくちゃ高品質な G ラボのウクレレ、ぜひよろしくお願いします。さあ今日もレッスン入っていきましょう。今日のレッスン課題曲はね、もうキッズと一緒に盛り上がられちゃうすごいいい曲です。手遊び歌と言ってね、こうやってやったりね、こうやってやったりね、もういろいろあるんですよ。これ幼児とキッズと家族が一つになれる素晴らしい歌をお届けします。はい、こちらの曲ドーン、パン屋さんにお買い物、すごいいい曲でございます。パン屋さんにお買い物に行こうということでございましてですね、これはねもう本当に家族でもうワイワイワキャワキャやりましょう。お孫さんと歌ってもいいと思いますしね、もう本当に、はい、これはですね、なんと今日コード出てくるコード2個だけです。これはニコニコですよ。ニコニコ笑顔でコード2個、これはもう素晴らしい。 C と F だけです。これめっちゃ嬉しいやつですよね。はい、これは初心者の方、まさにこの曲でもうキッズと一緒に一つになれる、これウクレレデビューもいいと思います。はい、それでもやっぱりいつものように2バージョンいきますよ。最初のバージョンは初心者様でももう本当にやる簡単にできるようにしてる、めちゃくちゃゆっくりバージョンやります。後半はですね、ちょっとこう軽やかなリズムを加えて、このノリがねやっぱいいんですよ。後半はかっこいいバージョンです。コードは同じなんですけど、ノリを変えたかっこいいバージョンをやってみようと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。でも音楽って難しそうだな、私にできるかな、私音楽ねやったことあるんだけどもう無理でしたみたいな方、そんなあなたもあっという間に今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルのやり方だったらほんとびっくりするぐらい世界一簡単なウクレレ教室になってますね。すぐできます。もうちょっとしたらですね、この辺にリンクを貼るんですけど、このリンク先にジャンプしてもらって上から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで本当に誰でもあっという間です。もうこのガズレレ YouTube チャンネル17万人以上の方がもうワイワイ音楽楽しんでおられますからね、皆さん不器用な方でも全然できます。はい、じゃあ行きますよ。このリンクここに行ってくださいね。こっから始まります。クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにアレンジしているレッスン課題曲、もうすでに1900曲ぐらいあると思います。皆さんの好きな曲もきっとあると思うんですけど、こんな感じでですね、皆さんがやりたい曲とスペースガズレレというふうに YouTube で検索していただくとですね、かなり出てくるんじゃないかなというふうに思われますので、やっぱどうせなんだ好きな曲で練習した方がいいと思いますから、はい、やってみてください。さあそれではレッスン入っていきましょう。パン屋さんにお買い物、まずは初心者さん向け超シンプルゆっくりバージョンでやってみる。1,2,3,4 せーの、はい、バンバンバン屋さんにお買い物、サンドイッチにメロンパン、ねじりドーナツ、パンのはい、どう
買い物。はい。この曲、手遊び歌というキッズと一緒にね、盛り上がられちゃう、もう、ものすごいいい曲。ほっこりしますよ。パン屋さんに行ってね、もう、チョコパン買ったよ、みたいな。そんなテンションです。元気もりもりで歌っていきましょう。今のはね、もうフルコーラスというかもう、これ繰り返すだけなんですよね。で、やっぱりこのポイントは、演奏じゃなくて、そのキッズたちがこう手遊びで、いろいろこうやるという、ここがやっぱ、中心ですからね。一緒に歌って楽しむ。そんな体験型の曲だと思います。取り組んでいきましょう。で、まずね、やってほしいのは、動画を見たら、歌詞とコードが出てたじゃないですか。今日 C と F のコード2個ですからね。それに合わせて、もうゆっくりと何回も練習してやっていただくのがいいと思います。まず1個目のゴール設定としては、ガズさんの YouTube チャンネルの簡単版と一緒に合わせて、できたら、まあすごいと思います。これ1個目のゴール設定にしていただいて、もしできるようになった方はおめでとうございます。そしたらどんどん次のステップに行きましょう。今度はどんなステップかというと、今度は全部覚えちゃって丸暗記してやりたいじゃないですか。まあなんでも最初のうちは全部ね、丸暗記するの難しいかもしれない。まあこれ比較的コード2個で簡単だと思うんですけど、まずはね、楽譜練習でいいと思いますよ。YouTube は一切 見ないようにして、楽譜だけを見て、自分のペースでいいんでゆっくりやっていただく。これがいいというふうに思うんですよね。でも楽譜ってどこにあるんだろうと思った方、安心してください。今の演奏はですね、ガズの手書きのノート見て、こんな感じでガズまで手で書いてるんですよね。これを見ながら演奏していきました。もうちょっとしたらカメラにこんな風に映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、このガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたパン屋さんにお買い物を含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から、皆さんが、あ、この曲やってみたい、この曲やりたいみたいな感じで選んでいただいて、毎月5曲、お手元にその楽譜がデジタルデータとして即座にダウンロードしていただいて、すぐに練習入っていけるよというね、画期的なサービスなんです。そしてね、このガズクラブは、このね、楽譜のダウンロード以外にもいろいろコンテンツがありまして、まず代表的なのは毎月2回行われているガズオンと呼ばれる大セッション大会、世界中から参加があるもう楽しい課題曲をいつも決めてて、もうみんなでわーってもって楽しむやつ、これをやっていたり、会員だけが使えるアプリまであるんです。すごいでしょ。はい、ものすごい充実しててね。で、そこではね、 Facebook のね、非公開ページがあってね、もういろんな中のことやらですね、まあ秘密の会議なんかもやったりなんかしてるんでね、これも面白いです。で、このガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのをやってます。このガズレレ大学は何かというと、今 YouTube でね、メンバーシッププログラムというのがあってですね、今これパソコンとかね、タブレットで見てる方、ここの下にメンバーになるというのがあると思うんですけど、そこを押してもらうと入れるんですけど、これ590円月額で、毎週2回の、まあ毎回テーマを決めたレッスン講義でございます。大学ですから、お勉強ですよ。これもなかなか深いです。週2回のライブ配信で何でも聞き放題、月額590円です。やってみてください。あとですね、これやってます。ラジオ放送ガズラジというのをやってます。スタンド FM というアプリで、毎朝7時半から365日無料でいつでもどこでもどなたでも聞けるラジオ配信、めちゃくちゃいいこと言ってますね。ぜひ皆さんこれ検索してみてください。この今ね、紹介したことは概要欄にリンクかかってますんで、ちょっとね、ぜひね、見てみてください。さあ、それでは楽譜見ていきましょう。手遊び歌のパン屋さんにお買い物、素晴らしいでございます。はい、これいろんなバリエーションがあったんですけど、今回ガズレレバージョンとして簡単アレンジしております。はい、まず前奏を F2 ブロックやって、最後伸ばすという感じですね。で、ここから歌が始まっていくんですけど、見て、コードは F と C だけですから、嬉しいやつでございます。はい、これこんな感じで写しておくので、皆さんゆっくりメモって自分のペースで練習していただければいいと思うんですけど、はい、さっき紹介させてもらったガズクラブに入って、このガズのノートをダウンロードしてもらうと、ものすごいね、いいことがあります。なぜかというと、この曲簡単なんですけど、それでもね、見て、ここに点が書いてあるじゃないですか。ここの点、これでリズムがわかるんですよ。そうすると、パンパンパン屋さんにお買い物、はい、3度1、この点でリズムが分かるようになってます。あとはこの歌詞カードには出てこない伸ばすところとかも出てくるんで、かなり参考になると思いますけど、今日はでも簡単曲ですからね。はい、ひとまずメモっていただくんでもいいと思います。一時停止して書いていってください。まず1番、はい、ですか。この細かく伸ばすっていうところがあって、ここね、ここちょっと見て、かっこいいバージョンではここちょっとね、タッターって感じで決めを入れようと思います。これね、シンプル簡単バージョンは CCF で伸ばしたよという感じで、ここちょっとね、この加工案やるところをご注目くださいね。はい、でここもちょっと伸ばして、でここから2番です。はい、これコード進行全く一緒ですからね。でここ
感想として CCFF もう一回買い物行こうぜということで、ここからもう一回繰り返すということですね。1番2番をで、ここ戻って1番やって2番やった後は、これがガズレレあのオリジナルアレンジになっております。2回繰り返すってことですね、1番と2番を。はい、これでもうぜひキッズたちと手遊び楽しんでいただければというふうに思います。親子さんでウクレレも最高ですよ、ほんと。これ天気がいい日の公園とかね、もうね、もう本当に最高すぎる。ぜひやってみてください。はい、もう説明も不要だと思うんですけど、今日出てくるコード C と F ですか。一応解説しましょう。これはもう悶絶入門コードですから。 C っていうのはここ1個だけです。ここだけですよ C。 嬉しいやつですね C。 F っていうのはこことここの2箇所ですね。こんな風に押さえる。指立ててくださいね。2箇所で C と今日 F で、これ行ったり来たりしてるだけですから、つまり。はい。やった、嬉しい。この入門コードでこの曲できるなんて素晴らしい。そしてこの曲ね、ぜひ皆さん、おすすめしたいのは、皆さんの周りにいるご家族、キッズがいるご家庭に行って弾いてあげて、お母さんとお父さんにこの2つだけでできるよって教えてあげる。これが素晴らしく素敵かなと思いますので、ぜひ皆さんこれ、ご協力を、笑顔増やし活動をよろしくお願いします。これも本当巻き込み型ですからね。これは楽しんでいきましょう。で、じゃあこっからですね、もう今のね、バージョンで十分だとは思うんですけど、それでもやっぱりここガズレレですから、ちょっとね、もうちょっとワンランクアップのかっこいいバージョンをここからご紹介したいと思います。かっこいいバージョンはコードは全く一緒なんですけど、ここにリズムが加わるとね、また元気もりもりになっちゃうんですよ。今日ね、加えたいリズムはこれです。8ビートのチャというリズムを使ってやってみようと思うんですけど、このリズムを跳ねた感じ、この専門用語だとシャッフルのリズムって言うんですけど、リズムをね、跳ねたリズムでこれやるのがいいんですよ。そうするとどうなるかというと、じゃあ F で弾いてみますね。せーの。パンパン屋さんお買い物。やっぱこうでルンルン気分がちょっと出るわけです。こう本当にお散歩しながらママと一緒に歩いてるよ、パパと一緒にパン屋さんに行くぞみたいな、そういう感じがね、出ると思います。この8ビートのちょっとね、やってもらうとですね、このリズムがもうね、気持ちがいいんです。子供もさらに盛り上がっちゃうぞ、みたいな感じなんで、ぜひこれ、やっていただきたいな、というふうに思います。この跳ねたリズムっていうのもキーポイントで、普通のリズムって、ワン、ツー、スリー、フォーに対して、タッ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 、このルンルン気分、スキップしてるようなリズム。これをね、交えながら8ビートのチャ、タン、チャ、タン、この8ビートのチャの弾き方、ここにちょっとリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚なんですけど、そこにね、8ビートのチャというリズムと、これね、ルンルンビートというリズムをちょっと参考になるかもしれない。アクセントをね、ちょっと、ね、裏でつけるというかね、跳ねてるリズムので解説もなるかもしれない。そこでその2つの動画を見てですね、皆さんじっくり練習してみてください。これはなかなか楽しいリズムで簡単に弾けるとは思うんですけど、やっぱ一緒に歌うとかになるとね、やっぱちょっとね難しい、経験は必要ですけれども、このリズムがねコントロールできるようになると、また音楽の一個面白い景色が見れると思うんで、おすすめです。はい、そしてですね、ちょっと細かい点説明していきたいと思います。まずですね、チョコパン2つくださいなのところで、ちょっと決めというかね、こんな感じやってみようと思います。1番の最後でチョコパン2つくださいな、せーの。チョコパン2つくださいだった。 F でタッタンってやります。これカッティングといって、左手で素早く止めることができる、これカッティングっていう技を使うと決まるんですけど、これちょっと難しい技なんで、もしカッティング興味ある方、さっきのここのリズムいろいろだよっていうところにカッティングのやり方、練習方法書いてありますんで、ね、動画で見てもらいたいんですけど、これね右手で一瞬止めるのもいいと思います。はい、もう一回やってみると、チョコパン二つくださいな、はい、パッパー、はい、ここちょっと小技ですけど、ここ可愛らしいんですよね。もうちょっとゆっくり練習してみましょう。せーの。チョコパン二つくださいな、こんな感じです。パッパー、軽やかでしょ。これをちょっと加えて、さらにこうね、ポップな感じにしていきましょう。あとね、そこのぐらいなんですよね。あとはほんと淡々と8ビートのチャンのこれちょっと跳ねてるリズム。パンパンパン屋さんにおかえり。これで体を揺すって、このリズムをキープしていく。こんな感じでございます。はい。これはやっぱこのルンルン気分がやっぱりね、体から生み出していく。体でリズムを跳ねさせる。これがキーポイントになると思います。あとはやっぱりね、やっぱもう、皆さんこれは分かってると思うけど、歌詞の内容、もうチョコパンだとか、
ねじりドーナツだとか美味しそうだよ。そういうのを買う時の気分ってやっぱり気分いいわけです。もうキッズも大人もね、あの美味しいパン買う時にはもう嬉しいわけです。そういうのも全部こうひっくるめてです、エネルギッシュにパワフルに笑顔と一緒に歌っていきましょう。さあそれではやっていきますよ。パン屋さんにお買い物、ガゼレレ流かっこいいバージョン、手遊び歌やってみる。1、2、3、はい。パンパンパン屋さんにお買い物、サンドイッチメロンパン、ねじりドーナツパンの耳、チョコパン2つくださいな。はい、どうぞ。よーし、もう一回買い物に行っちゃうぞ。1、2、3、はい。パンパンパン屋さんにお買い物、サンドイッチメロンパン、ねじりドーナツパンの耳、チョコパン2つくださいな。パン屋さんにお買い物、ガズレレレをかっこいい場所やってみました。もうパン屋さんのおじいさんがすごい元気が良さそうな感じで気に入っちゃいました。あのキャラクターも、ね、あのキャラクター変えるのもねすごくキーポイントになると思います。はい、ぜひとも皆さん家族でワイワイ楽しんで歌ってみてください。はい、そしてお知らせです。先ほども言いましたけど、今 G ラボのこのウクレレたち販売と予約を受け付けている期間でございます。毎月期間限定なんで今、ぜひ見ていってください。ガズレレ公式ホームページ見てもらうといろんな情報が載ってます。今すぐ買えるものと注文いただけるものとかリストになってますんでご確認お願いします。そしてあとね、今ガゼレレでは2年ぶりに全国ツアー5カ所を回る全国ツアーを開催してまして、もうすでに4カ所大盛況で終了ありがとうございました。で、残すはあとラスト1回11月2日の横浜なんですけど、これがですねもうすでにチケットソールドアウトなんですよ。で、チケットゲットされてる方もりもり楽しんでいきましょう。残念ながら行けなかった私も行ってみたいという方、大丈夫です。このイベントに出演が決定しています。11月5日6日東京の新宿御苑というところで行われる、これね環境省とかね、東京都とかね、TBS とかもうなんか東京 FM とかすごい大きい規模でやられているエコイベント、これにガズの出演が決まってます。まずね、2つあって5日6日両方ともこの G ラボウクレレのポップアップショップがオープンします。思想とかもいっぱい試していただいて、そこで気に入ればお買い物もできるということになってますんで、これを両日ともオープンしてます。そしてガズのステージ11月5日の13時20分から20分ぐらいの短い時間ですけど全身全霊で、パフォーマンスします。ぜひ皆さん見に来てください。公演の入場料500円はかかるんですけど、イベント参加は無料になっております。そして1個決まりがあって、公演内ね楽器演奏禁止ということになってるんですよ。でもガズレレ G ラボの、ブース内だけでは思想は OK になっておりますんで、もりもり楽しべきしちゃってください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひ、インストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも、楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもね、そうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で、売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかっていうと分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そしてね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したので、ね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聞くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、もりもりやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。